ドライブバイワイヤー、ドライブバイワイヤドライブバイワイヤーは、自動車における運転制御システムの一種である。従来の機械式制御に置き換わり機械的仕事を、電線内、電線イコールワイヤーを通る、電気信号で制御するステムのことであり、元は、航空機の操打システムである、フライバイワイヤーの転用である。変速機、シフトバイワイヤー、ステアリング、スターバイワイヤー、ブレーキ、 ブレーキバイワイヤの電子制御は開発、販売例はあるが、本格的な普及にはまだ至らず、研究段階である。現状では、自動車用で広く普及している、電子制御は、スロットル制御、スロットルバイワイヤのみである。スロットルの駆動方式のみを指して、電子制御スロットル、電性スロットル、電スロと呼ばれることもある。以下は、スロットルバイワイヤのみ説明する。 スロットルバイワイヤーとは、従来の機械式制御に置き換わり、機械と電気を融合させ、スロットルの回路を物理的なケーブルではなく、電線内、電線イコールワイヤーを通る、電気信号で制御するシスムのことである。基本的には、ローエミッション化と少年機化に寄与する部分が大きい。セミ AT や CVT を採用する車両は、変速機の制御とスロットル制御を強調させることで、 現時点の速度に対するスロットル回動を常時監視し、大きく踏み込まれれば低いギアに落として加速、キックンし、踏み込みが一定以上浅くなれば高いギア段に上げて、エンジン回転数を抑え、少年費運転を行いやすくしている。近年では、標準的となっているカム位相連続変化型の、可変バルブタイミング機構を採用したエンジンでは、負荷に合わせて、 吸気弁を遅閉じさせることで、吸気量を制限し、スロットルを大きく開くことで、ポンピングロス低減や、遅閉じミラーサイクルとすることなどが可能となるが、これらの制御を行うには、可変バルブタイミング機構とスロットルの強調が必要となるためロットルバイワイヤーは必須となっている。同様に EGR においてもスロットルを強調させることでより大量、精密な導入が可能となるため EGR を 積極的に利用するには必要な機構と言える。その他従来のケーブル式スロットルではアイドル制御に必要であったアイスコーフを省けるなどスロットル周りを簡素ができるメリットもある。また、スロットルバイワイヤーを採用することでアクセルケーブルの物理的劣化、操作の応答性の悪化などの問題が解消される。さらにスロットルバイワイヤのシステム自体は、例えば、 動力をあまり発生させられない障害者などでも、調整によりスロットルの回路を、健常者と同様に扱えるようにできる、負荷に応じた必要な量の燃料噴射しか行わないなど、車の運転を容易にする技術、環境対応技術の一部である。機械的なリンクを排除できるため、座席だけでなく、ハンドルやペダルを車内で移動させることが可能になる。これを利用して、 更新時に運転席を後部に向ける機構として、航空機用のトーイングトラクに採用されている。よって、下記の問題点はあるものの、今後自動車への採用率は上がっていくと思われる。一方、電子回路の故障時の挙動や、実際に体感できるかどうかは別として、単純に機械的につながっていないことによる、ダイレクト感の喪失を懸念する意見も少数だがある。 戦術の非線形制御が行われていることと、運転者の意思として、アクセルペダルを踏み込むことと、サーボモーターがスロットルを開く動作までのタイムラグが少なからずあることは、特にガソリンエンジンの MT 車においては顕著であるとされ、競技車両においては、その点が嫌われる場合もある。AT 車の場合は運転者が意図しないギアダウンに変速することと関連している。ただ、過去。 キャブレターからインジェクションに移行した際穴に対するターボエンジンの特性にも新しい技術として登場からしばらくは既存のフィーリングと比較して異質であるというファンがなされたことがありこの技術も同様に改善が進むとともに運転者の慣れで解消されていく可能性はある。第1においてはスロットルバイワイヤが積極的に採用されているこれは 回一のエンジン特性によるものである。回一のエンジンは回転上限近くの狭い範囲でしかパワーが出ないようなピーク特性を持っており、物理的ケーブルによるシステムではアクセルがオンオフのスイッチ的にしか働かなくなる。電子制御システムではアクセルの回路に応じてパワーが変化するように自在にマップを設定できるので盛んに用いられている。 1992年の F1 第3戦、ブラジル GP より、マクラーレンチームが実戦投入した MP4-7A にて初めて採用された。また、エンターテインメントとして、ルノーチームなどはこのシステムを応用し、エンジンを使って楽曲の演奏を行ったことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。